草谷川は、兵庫県神戸市西区と、三木市の境界を隠し、過去軍伊波町を経て再び、三木市に入り、過去川の過去川大関に至る河川で、川口付近では、八幡川とも呼ばれる。透水性が強い伊波屋の大地にあって、数少ない自然形成河川である。草谷川飛門と、過去川大関、古賀、い、洗井用水はここから取水。 岡光雄の加古川流域の孫子研究では古文書を引用し、源流は赤主群天皇山としているが、現在その流路は存在しない。赤外線や即域センサによる衛星画像では、兵庫県立三木総合防災公園がある決算から伸びる、埋没した海作谷筋の痕跡が確認でき、そちらが源流とする見方もある。現在は淡山祖水が、 供給源となっており、本流は下勝成池から発生し、伏流は宮形に調整地から八道が池を経て、合流する。また、宮形に調整地から流れ出る淡山、疎水合流幹線が老いの口分水所で分岐し、白型に池を経て広谷川となり草谷川に、合流する。こうしたことから、人工河川としては淡山疎水、当番用水水系に組み込まれている。 カロク元年、天文元年に洪水の記録が残り、近年では1965年にも大規模な氾濫を引き起こしている。加古大港加工大溝大溝用水とも呼ばれ、草谷川から加工大池に至る約3キロの用水路。万治3年に開発が始まり、遠方9年に完成。大道元年造りの京の池を形成した草谷川五分流根の地形を改作した。 現在では、大御所水化湖支線の一部が流入する。経済産業省の近代化産業遺産、瀬戸内海沿岸の灌外施設の構成遺産に選定されている。岩戸用水岩戸用水は、草谷川から取水し、途中水道を経て、加古川市の一号池に至る約4キロの用水路。1910年に完成。一号池は1916年に完成。 ガントイは、関がある稲見町母,母里地区の通称である。経済産業省の近代化産業遺産、瀬戸内海沿岸の灌外施設の構成遺産に、選定されている。青の硫黄水番在市外線池間の青の硫黄水、旧路幹部に4年、稲見町中一色田中で曇り川に取水口を設け、改作された。加古川市の皿池開池都外手を経て、白が、 池川の水源となる。1905年に万歳市と外線地が作られ、青の溶水を保管する大御素水、森安支線が引き込まれ、両池間は土類水路が築かれたが、皿池から万歳市への用水も始まり、現在の城が池川取水口が改めて設けられた。五が溶水、荒井溶水と五が溶水江戸時代に表された。 五外由来期十月頃成立家の伝説によれば、日向明神と聖徳太子によって、咳が築かれたという。日本史研究者の金子明は、実際は、鎌倉時代末期の1300年代から1310年代に、かけて、新言立宗、新言宗の僧侶で後に、五代醐天皇の復信となる、文官房古党が、原、五が、 医療水への集築事業を指揮したのではないかと主張している。金子は、子が由来期の説話は、門館の祖父の一人が、日岡神社管主であった可能性もあることや、新言立衆は、聖徳太子信仰が深かったことなどが、伝説化したのではないかと推測している。明暦2年に、現在の加古川大井付近に取水口を設けたが、河川改修により、 草谷川が加古川へ合流する直前の飛門から取水するようになったことで草谷川水系となった。加古川市内を約2キロ流れた後、曇り川へ合流する。荒い用水荒い用水は5が溶水と同時に改作された用水路で取水も同じ場所で行われる。5が溶水と並行するが曇り川を サイフォンで潜り、曇り川、JR 加古川線と並行しつつ日、岡山公園の北側を開始、南下、加古川バイパス JR 山陽本線、国道2号と交差した後に、東へ向きを変え、加古郡張間町に入り、木瀬川もサイフォンで潜り、国道250号、山陽新幹線、山陽電鉄本線と交差して、大池に至る約14キロの長さを、 わずか一年で改作した。曇り川曇り川と国安川合流部、加古川水系の二級河川で、河川管理場は、加古郡稲町の万溜池を水源とする。ただし、万溜池は1900年に築造されたもので、現在は隣接する遠方4年造りの調布池から、給水を受け、調布池は、加古池加古大溝草谷川から、給水されている。また、 調布域は和道7年づくりの入りが、池からも給水を受け、入りが、池は淡山疎水の天満支線に組み込まれており、人工河川としては淡山疎水、東番用水水系にも含まれる。加古川市に入り、非岡山公園の北側で、加古川に合流する。長さは、約5キロ。南町内で、寺田用水へも給水する。国安川加古川水系曇り川支流の二級河川で、 河川管理場は、稲美町の小池を水源とし、約1.5キロで曇り川に交流する。小池は、自然遊水地であったものをため池化したものとされる。現在小池は小池ちな道入りが、池の流れで給水を受けていることから、人工河川としては、淡山疎水、東番用水水系にも含まれる。白が、池川加古川水系曇り川支流。 別府川分水系の二級河川。河川管理場は、加古川市野口町の水足と北野の境界地に、水源があることになっているが、曇り川に架か,かる稲見町の三谷境下で取水した、水路が皿池都が池を経て、白が池川に流入している。加古川バイパスと兵庫県道386号、野口尾上線の交差点下で、荒井用水と交差し、ほどなく別府川に合流する。 長さは、約3キロ。水源川加古川水系別府川分水系の一級河川で、水源は、加古川市平岡町山の上を流れる新井用水。山陽新幹線、山陽電鉄本線と交差し、加古郡張間町へ入り、兵庫県道718号赤市高砂護線を抜けた、ところで再び、加古川市に戻り、川口から500メートルほど手前の別府川に、 合流する、約5キロの長さ。考えのみならず、工業用水道としても使われている。別府川、曇り川が加古川へ合流する、曇り川飛門で分岐する加古川水系の一級河川。加古川中央ジャンクション下を抜け、山陽本線、国道2号、国道250号、山陽新幹線、山陽電鉄本線と交差した後、張間灘の別府港に注ぐ。 ありがとうございます。